神竜様、お待ちしていました。テーブルにおかけになってください。わあ、すごい。料理を作ってくれたのですか。腕によりをかけて作りました。ただご覧の通り、料理はとても地味です。ゴルドマリー、どうした。具合でも悪いんじゃないのかと巷の人々は驚くことでしょう。でもこれでいいのです。あなたの前では自然体の私でいたいから。ありがとうございます。その言葉とても嬉しいですよ。よかった。神竜様、実は今日はお伝えしたいことがあってお呼びしました。何ですか。以前の私ならここでモテの波状攻撃を浴びせていたことでしょう。でも今日の私は違います。あなたのおかげで生まれ変わったのですから。神竜様、私はあなたに心底惚れてしまいました。なので神竜様もよかったら、その私に惚れてはくださいませんか。この超絶可愛い神聖ゴルドマリーをパートナーに選んでください。その口説き文句、自信たっぷりで素敵ですね、ゴルドマリー。そんな風に思ってくれてありがとうございます。私もパートナーにするならあなただと思っていました。これを受け取ってください。約束の指輪、本当ですか。そんな夢みたい。では早速指に。あー、すごい。この上なく似合います。私の美麗で華奢な指にぴったり。本当によく似合っていますよ。ありがとうございます。あ、すっかり遅くなりましたが、食事を始めましょう。そうですね、冷めないうちに。全世界の皆さん、すみません、私ばかり幸せになって申し訳ありません。では改めて乾杯。世界一可愛いパートナーですみません。命尽きるまで自然体の私であなたをお守りします。